はい、こんにちは。お久しぶりです。なんと今日からこの新居で撮影となります。もう苦労しましたね、この家を探すのに。まあ結果的にはキッチンがすごい大きい家に引っ越して良かったんですけど、まあ 2,3 ヶ月はひたすら探し回ったって感じで、なんとか新しい家を見つけれて良かったです。で、まあすごい久しぶりで、今日は何を撮っていくかというと、まあオーストラリア、まあアメリカとかもそうだと思うんですけど、フィッシュ&チップスをですねちょっと食べたいなと思って、この3ヶ月間ちょっと減量で油もんとかをいろいろ摂取してたんだ摂取じゃないや、節制してたんで、ちょっと今日はフィッシュ&チップスですね、ちょっと原点に戻って作っていきたいなと思います。まあオーストラリアならではの魚を使って作れたらなと思っているので、もう魚は調達してあるんで、早速調理していきたいと思います。今回使う魚はこちらだ。はい、今回使っている魚がこちらですね、マングローブジャックっていう魚ですね。はい、これは結構オーストラリアでも、北の方、暖かいところで取れる魚みたいで、日本名でゴマフエダイっていう名前みたいですね。はい、まあ多分暖かいところで取れる魚なんで、まあ脂が乗ってるっていうよりはだいぶ淡白な魚なんじゃないかなと思ってますね。結構こっちのオーストラリアではちょくちょく食べられてる魚ですね。はい、でですね、今日のチップスなんですけど、僕あんまりジャガイモが好きじゃなくて、ジャガイモの代わりにこちら、これはオーストラリアの、まあ、スーパーでよく手に入るスイートポテト、まあ、さつまいもの一種なんですけども、こちらを使って、チップスを作っていきたいと思います。じゃあ今回この魚とさつまいもでフィッシュ&チップスを作っていきます。それじゃあ行くぜ。それでは最初に鱗を取っていきます。うわ、すげえ飛ぶ。はい、鱗が取れたんで、じゃあ3枚にさばいていきます。はい、頭と内臓取れました。これはちょっと洗っていつかの粗熱味噌汁用に取っておきたいと思います。じゃあお腹の中洗っていきます。はい、中もきれいに洗いました。でください、これ骨がめちゃめちゃ太い背骨が、極太の背骨がついてますね。はい、じゃあ3枚におろしていきます。綺麗な身ですね。あ、しといた。よっしゃ。はい、ハミ取れました。はい、もうハミもきれいに取れました。はい、こんな感じで3枚におろしたんで、この部分はさっき言ったみたいにいつかのあら汁に使っていきたいと思うので、またきれいにして冷凍しておきます。はい、それでは腹骨をすいていきましょう。
いぶ中まで入ってるな。これ辺でいいか。よし。はい、取れました。ちょっとここですね、だいぶ腹を落としてしまってもったいないんですけども、まあ久しぶりということで、では血合い骨を取って皮を引いていきます。はい、皮も引けました。まあ久しぶりなんでちょっと失敗しましたけど、まあ今回は刺身にするわけじゃないんでいいかなと思います。じゃあこちらをですね、いらないかとは思うんですが、縦塩につけて匂いを取っていきます。そんな匂いしないんですけどね。氷水に塩ちょっと。今切った身を入れてよく混ぜの、まあこれでしばらく置いておきます。はい、では次はさつまいもですね。これはもう、まあ、ちょっと見た目はほとんどじゃがいもなんですけど、まあなかなかこっちであの紫色した、さつまいもなかなか売ってなくて、まあ、売ってるところもあるんですけどちょっとめんどくさかったんで、よくあるスイートポテト、こちらで代用していきたいと思います。じゃあ洗ったんで斜めに切っていきます。はい、だいぶいっぱい切れたじゃがいもじゃないな、さつまいも、どうしようかな。はい、だいぶ量多いですが、こちらをまあ水にちょっとつけていきます。はい、これでアク抜きをしていきます。それではですね、縦塩をやってる時間と、アク抜きをしている時間を使って、ソースを作っていきます。お酢と塩とかで、食べるのが一般的だと思うんですが、久しぶりに、まあ、油もんをちょっと食べれるということで、せっかくなんで秘伝のおじいちゃんソースを作っていこうかなと思います。みんな大好きおじいちゃんソースです。まあ、今回引っ越してもですね、おじいちゃんソースだけは持ってきまして、まあ、最後おじいちゃんたちにちょっとさよなら言えなくて、ちょっと残念だったんですけども、まあ、こちら形見みたいな感じでおじいちゃんを持ってきた、おじいちゃんソースを持ってきたんで、こちらを使っておじいちゃんソースを作っていきます。まずですね、マヨネーズ大さじ3ぐらいですかね。そこにおじいちゃん同量ぐらい入れていきます。で、軽くレモン汁で、そこにこのガーリックパウダーを4振りぐらい入れます。そして混ぜる。塩忘れてた、塩が小さじ1ぐらい。はい、できました。これでおじいちゃんソースマヨネーズハイブリッドソースマヨネーズ おじいちゃんは？はい、ではこちらスイートポテトですね、こちら水から揚げました。これの水を
よく切っていきます。ある程度切れたらまたボウルの中に戻して、ここに片栗粉を軽く振っていきます。ちょっと量が多いんであれなんですけど、これを絡めていく。はい、大体なんとなく全体的にまといましたね。じゃあまずこれから揚げていきたいと思います。いやー、ガスのキッチンは久しぶりですね。はい、こんな感じで、まあチップスっていうか、まあ本当に日本にあるさつまいもの芋けんぴみたいになりましたね。まあこれはこれで美味しそうなんで、はい、一応まあこれはちょっと粗熱を取って置いときます。はい、では先ほどのお魚ですね。お魚、塩水からあげてまず水気を取っていきます。そしたらここに軽く打ち粉ですね。それでは今打ち粉をつけた魚をこちらの天ぷら粉ですね、水で溶いたやつにディップして揚げていきます。ちょっと油はさっきのままで。それでは1匹目投入。それでは2匹目。緑がいるな。はい、完成しました。モリモリですね。これ以上でかい皿がないんで、もうしょうがないです。はい、さつまいもとマングローブジャックで作ったフィッシュ&チップスです。これは残り物の枝豆ですね。それじゃあ食べていきます。はい、今ねご飯食べてるシーン一人で黙々と喋ってたんですが撮れてませんでした。まあということで改めて、こちらフィッシュ&チップスマングローブジャックっていう魚で作ってみました。はい、まあさっき食レポしたんですがもう一回いきますか。じゃあおじいちゃんソースにつけて、うん、このマングローブジャックっていう魚、上の方で獲れる魚だから淡白な魚かなと思ったんですが、かなり味がついてますね、しっかりと。値段もそんなに高くなかったんで、もし皆さん見たらこれ買った方がいいですね。はい、結構美味しいです。で今回ですね、久しぶりだったんで豪快にフィッシュ&チップ作りたかったんで、結構大きいピースで、揚げてしまったんで、まあ見た目はかなり不格好でうまく揚がらなかったんですが、衣はね意外とサクサクしてて、サクサクしてるところを食べると余計美味しいですね。なんか一回食レポしたからなんか変な感じしますね。このねさつまいもチップス、チップスっていうとポテトチップスみたいになるんですが、まあ、芋けんぴですね。これもサクサクしてて
甘くてうまいですね。うん、はい。でやっぱりフィッシュ&チップスって言ったらコーラとかスプライトとかが定番だと思うんですが、まだ原料の名残があってちょっと背徳感があるんで、今日は水でやっていきます。水もうまい。はい、そんな感じですね。ちょっとボリューミーなんですが、ここからはゆっくりと食べていきたいと思います。久しぶりの油を堪能したいと思います。いただきます。はぁ、めちゃくちゃうまかったな。量もちょうどよくてごちそうさまです。はい、今日はですね、久しぶりの撮影ということで、結構時間かかって疲れましたね。まあ今回はマングローブジャックっていうね、結構オーストラリアの北の方で取れる美味しい魚ですねを使ってフィッシュ&チップスを作っていきました。まあね、僕がいかんせん揚げ物が不得意なもので綺麗にはできなかったんですが、結構、魚自体はしっかりと味がついてて、衣も意外とサクサク仕上がったんで、結構美味しいフィッシュ&チップスになったかなと思います。まああとはまあ僕はジャガイモがあんまり得意じゃないってのもあって、さつまいもで、チップスを作ったのも結構うまかったですね。はい、まああとはですね、おじいちゃんソースですね。まあおじいちゃんおじいちゃんって言ってますけど、あれはスイートチリとかで全然代用ができると思うんで、スイートチリとマヨネーズを混ぜるだけでも、すごい美味しいソースになるかなと思うんで、揚げ物だったりだとかそういったものに、使ってみるといいかなと思います。まあ魚をさばいたのも、まあ、ちょっと久しぶりだったんで、なかなか不慣れな撮影にはなりましたが、久しぶりの動画見ていただいてありがとうございます。ここからですね、またちょくちょく、新しいこの新居で、魚をさばいたりいろんなものを作っていきたいなと思うので、また見ていただけたらと思います。はい、ではまた次の動画で。